こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？まあ、D は違いますよね。じゃあなぜそれを感じるのかと言われたら、空襲のみは人がいって、皆さん、因がつながってますよね。で、皆さん、これで熟語が成立しているんですが、わかりますか？そうです。正解は C。で、皆さん、下にまとめましたが、レッド、目的語、因。で、目的語を中に入れる。で、これで意味内容を確認いたしますので、空襲の左側をご覧ください。この高級レストランでは誰も入れてくれないんですね。もちろんレストランの中に入れることを許してくれません。で、文末、ジャケット、そしてネクタイ。それを着用していなければ誰も入れてくれませんよ。で、それでいいんですが、今回の問題、採用したのは理由がございます。そうです。このレッド、目的をイン。気づいている方もいらっしゃいますよね。公式問題、週8。テスト1のパート7。そうです。長文の中で、しかも設問に絡んでるんですね。ですから公式問題集に出現しているということは公開テストに的中、まあ、出題される可能性がございますので、あらかじめ確認をしておきましょう。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、頭の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸2番、そこに入る語句をスラスラ言えるようかつらさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。